動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。あまりリスの雫にて、七波竜が忍び母兵応援に向かっていきましたが、この列伝はそれでも攻略が行われます。理由は極めて明確で、以前からフェアリーフィーの謎も取り上げる旨を研究しておりましたが、そのフェアリーフィーの件が今回のメインとなるパートです。アースムーンフェスティバルでも、ズンダリパンを中心に謎の存在と思われているフェアリーフィー、リーフィーとの同一人物という立場から、リーフィーのあり方も問われることとなりそうです。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。ケンジ、今のあらすじを聞いてどういう感じで思うか？確かにフェアリーフィーを見たこともないのは認めるし、リーフィーが問題だらけなのも、前回のアースムーンフェスティバルで言った通りではあるんだけど、肝心のリーフィーがおらんのに、どう責任を問いかけるってんだ？せっかくやから、こっちから大向きってくまきなの周辺に、行ってみんひんか？バカギリコをめっためたにしたいだけの、口実だろうがよ。事情はどうであれ、熊平城周辺で、何が起きてるんか見てみようやない。大阪城周辺をモデルとしている熊平城周辺に、到着しました。こんなことになってるよ。完全にこっちの端になってるから、早急に処分することが、望まれるよ。やりやがったなぁ。今日という今日は許さんぞー。クソカキどもがやっぱりな。ケンジのことやから、絶対にこうなるって思うてたのや。やたらうかつに近づけさせるのに、ずーっとしてたのや。最初からこうやってズンダリパンに、戦わせたらマジョリーノたちも熱弁に、集中できたんやろうな。それもそうやけど、そもそもカギっこがなんで普通に、ボルト化したんかがもんなにあれ。まあ、エリオンマンを抹消させようと、たくらんでたんやけどな。てか、今回はこいつらがテーマやあらへん。リーフィーに用があるんや、フェアリーフィーの謎のさらなる解明に、進化するためにな。フェアリーフィーの謎の解明じゃと、当時はリーフィーも様子がおかしいものじゃったからのう。アクト奉仕者についても調べてみましたので、改めて解明を行うことになったのです。アクト奉仕者があの頃に、残業続きで余裕がないと、言ってたもんだから、おかしいぞってなったのさ。あの者がフェアリーフィーに、乗り込んだのが、抜け出すためだったんじゃないかって、気はつきそうだしな。アクト奉仕者のことじゃから、大きなことを企んでおるのじゃろう。どっちにしても、事態が複雑に絡んでおるのは間違いないじゃろう。
それで、アースムーンフェスティバルで、何を研究しておったのじゃ？メロディーたちもカナリアになったと、報告しておったのじゃろうか？あの時点やと、メロディーたちは不思議の無勇敢におったぜ。カナリアになったカリンカの供養が、目的やと思ってたけど。まあ、当のカリンカは脱走を防止するためにこっちで、管轄しとるけど、あのまま脱走してたらどうなったか、今も考えたりするぜ。フェアリーフィーを大砲で、飛ばした動機がアスト創始者チューンも、同じくしてあの時に言ったわ。あの方は思った以上にすばしりこい、神田神社でようやく出会えたというくらいだ。あの方がフェアリーフィーに乗り込んでおったことは、こちら側でも周知しておる。ノーマルアットがなぜそのフェアリーフィーを大砲で飛ばしたのかが書いてるのじゃ。だってよ、ノーマルアット、お前のやってることが誰にも理解されてねえんだよ。それを言い出したら、アット創始者も同じようなことが言えるんだがな。バルナス・アースが映し出したノーマルアットによるフェアリーフィー発砲事件。それによると、アット創始者の下りは建前上の話で、実際のところはリーフィー虐殺計画なるものの、助走やったらしいわ。待て。これはいくらなんでも捏造やで、捏造。そもそも俺の近くにリーフィーなんておらへんかったやん。それはとっくにわかっとるから、気にするこっちゃねえぜ。そもそもリーフィーとフェアリーフィーは同一人物ってことで、パルナスアースもノーマルアットが、リーフィーをぶたおそうと、企んでいたという判断を、下したのさ。リーフィーとフェアリーフィーが、同一人物というからには、フェアリーフィーが死んでおらぬのは当然の、話じゃろ？そういえば、アクト創始者もリーフィーの、選挙をターゲットに追い回してたわな。あそこやけど、めっちゃ多くの身体位置が詰まってるらしく、多くのバトラーが狙ってるちゅう話やで。少なくとも、2018年秋にバラバラになったやつは、アクト創始者が行動するためのメカだったってことだな。いわゆるメカリーフィー。本人と遜色あらへん、めちゃめちゃリアルなメカやったわな。リアルすぎて逆にややこいくらいやったわ。さすがはパルナス界隈ですが、あまりリアルすぎるのも考えものですね。逆にメカリーフィーが身代わりとなったから、リーフィーが無事でいられたわけじゃ。リーフィーも悪い話じゃないじゃろう。本来の力も取り戻したわけじゃろうし。全然良くないですよ。当時の後味の悪さは筋金入りなんですから。少なくとも、アクト創始者とリーフィーにとっては気分の良いもんじゃないな。しかし、七波竜の戦型ってそんなに、やばい値打ちなのか、サタニストが続々と狙ってそうだな。七波竜の戦型な。そんなに値打ちがあるんやったら、2018年の一連の、事件もあっても不思議やらへんけど、七波竜はそんな簡単に、倒されへんメンツやで。そんなこともあろうかと、最近になって、死んだ国王に事情を聞いてみたのじゃ。わしらの戦家はかなり金になるらしいのじゃな。そんなに金になるのかよ。やっぱ身体意志はとんでもない代物だな。身体意志が詰まってるからノーマルアットを狙ったわけだしな。まさにそうやで、金や同士にピーターになるために身体意志を取りに行くつもりやったんや。自供したな。てか、ノーマルアットがまともだったのは、メカリーフィーを狙ったことだな。本人を、やっちまったらやばいことになってたぜ。そんな同じ月で使えばいいの。メンツを大砲で発砲なんてできんで。まあ、おかげで宇宙戦争でアラグインが破壊化を、撃った後に、ピーターと適合して破壊化から脱却できたんやけどな。てか、ケンジ。よう俺を上から目線で言っとるけど、ピーターと適合したちゅうことをわかって言っとるんやろうな。げえ。すっかり忘れちまったぜ。すまねえノーマルアット、以前までの言い分は忘れてくれ。それはでけへんな。どこかのタイミングで貴様らずんがりパンを、パシリにとっちめたろうやないか。
なに値段がついとるんだったら、多くのバトラーが七波乳を、いかがにして撃退しようと、企んでるのは想像に付くぜ。やれるものならやってみろって、話だが。しかし、どいつもこいつも似たもん同士なもんだぜ。こんなありさまでやっていけるよな。カメリコや USJ を、めぐって特に2014年を中心に、ズンガリパンとよる激しく、争ってたんや。俺らはただの馬。白樺姫を連れて帰るために、USJ の世界に潜入していっただけだ。本来ならあんなにノーマルアットと、激しく戦うつもりはなかったぜ。とりあえず、ズンガリパンはさっきまでのように、生きてられへんようになってもうからな。それでやけど、七波乳の戦記についてさらに、言うと、値打ちにばらつきがあるみたいで、その中でも大きく人が、一番値段がついとったそうやで。なんじゃなんじゃ、わしの戦記は値打ちがないというつもりか、失礼な話じゃろう。トータルやと、マジョリーの体勢が一番値打ちされてるんやけどな。もっとも、戦記単体やとのうけが、トップクラスでその次にとマジョリーの体勢って、言われとるわ。さすがにマジョリーの体勢が、弱いと、七波乳として示しがつかないだろう。そのからくりがどこになるんか、気になってマウントたるんか、ズンガリパン。そもそも当時の七波乳の、ビジュアルがどうなってたのかを、知らないとな。当時の七波乳のビジュアルやて、エアリティやったらこんな感じやで。ああ、そいつなら見たことがあるぜ。ノーマルアットはそいつのメカを発砲したんだな。まあ、これだけ見ても、なんでリーフィーが脳気並みに値打ちがあったのかがわかんねえんだがな。当時のリーフィー、特にエアリティは決して頭につけてあるリボンを外さへんかったんや。なぜなら、リーフィーが当時つけてたリボンは、特に身体維持が凝縮しており、あいつのパワーの源やったんや。当時のリーフィーにとって、頭につけてたリボンは、今の俺で言う、コンサートバッジのようなもんや。下手したら、マジョリーの大抵クラスまで、値打ちされてた可能性もあったことやわ。おい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 。そんだけ重要なアイテムだったらそりゃ外せるわけないよな。それでか、あれほどまでにリーフィーがチヤホヤされてたのは、むしろのうちがもっと頑張らないといけなかったってことか。せやけど、月中の収録の時に、そのリボンが取れてたし、破いてたりもしたやんな。そういえば、そんなこともあったな。本物のリーフィーに擬態したやつでもないのは、俺もこの目で見たぜ。リーフィーがフェアリーフィーとなって、当時のシャボリーヌたちの過去に、勤めてたしな。あの時、謎の円盤。フェアリーフィーの顔の正体不明の、円盤が飛んでおったものじゃ。あれやけど、円盤リフトが不参加に、おったとしてかなり荒みになっとるわ。しかもサンピアとスカーッとなるのが、人為的に発動するものになっとるしな。なんだと。エイリアンミストの件は後にして、とりあえず、続きを優先的に取り上げてくれ。リーフィーのリボンが取れた件やけど、こっちが打ち放ったアレキサンドライトが、協力すぎたことと、リーフィーがエイリアンミストを、最大限のパワーで生み出したことで、体力が尽きたことが重なった結果やで。ちなみに、その後、リーフィーのリボン。妹のエイリーの弱つきの、シュプリームリボンを分解した上で、リーフィーの力のコアとなる部分を、本人に引き渡していったちゅう流れやな。一度、元の惑星に帰還した上で、七波乳裁判を立て、こっちのコンサートバッジに封印していったわけで、そのコンサートバッジの力を、元に、新たな七波乳を召喚していったちゅうのがこれまでの、流れやな。いろいろと複雑な事情が、絡んでおるからの、一度だけで紹介しきるのは無理がある話じゃ。そんなに複雑な事情が、絡んでるのか、エイリアンミストの件もあるみたいだしさ。そうやな。リーフィーがエイリアンミストを、いかがにして発動させられた件も、問題になっとるしな。
そもそも、エイリアンミスとは、こちら側のものやらへんかったんやけど、宇宙戦争を繰り広げていく、火星でいつしか習得していった中流れやで。ただ、電磁界においては、エイリアンミストを発動できるのはユニバースの、メンツに限られており、そのユニバースは電磁界の、中でもさらに特殊なイメージ界に、戸籍を置いてるメンツに限定されることから、現状、奇跡界隈におけるユニバースの、特権でもあるわな。俺がそのエイリアンミストを、発動するようになったのも、ちょうどユニバースになってからで、めっちゃ最近やな。ユニバース自体がまだ出てきて、1年ほどしか経ってないから、あれなんだがな。しかしながら、その分エイリアンミストを発動した場合は相手に、相当な脅威となります。現に、スタートたちは、平気で音の木のエイリアンミストを、発動するなど、他社船に対してかなりとやりたい放題な状態です。俺らとブンガリパンとの争いとかよりも、明らかにはちゃめちゃなことになっとるわ。気にするんじゃねえぜ、ノーマルアット。あの時とは、わけが全然違うんだしな。確かに、他社船にとって、ユニバースのメンツを敵に回すととんでもなく、厄介だと聞くからのう。そういうことで、熊平城をさまよっておる限り子は、今の世代じゃとかなりの逆境となっておるわい。ここで立ちの悪い話は、京都の花札屋と比べて、アニメ界隈のキャラたちが、隠した扱いされているという一点張りで、もちろん、他社船からの苦情も多いですが、奇跡界隈は全く聞く、耳を持たずに、ユニバースのメンツが好き放題に、エイリアンミストを発動させている状態です。それでもトリナス界隈で奇跡界隈が、絶大な支持を得てる中からには、よっぽど以前と比べてアニメ界隈の、メンツが当てにされとらんのやろう。ユニバースの暴走って非難しとるけど、ゼガールの足を引っ張っとる連中に、何ができるちゅう話やで。そのような苦情は、音の木が京都の花札屋に、本格進出してからの、話で、それができしい限り、エイリアンミストの発動など、ユニバースのメンツによる暴れぶりは止められへんで。まあ、そこまでしないと、投稿抹消するのが厳しいんだろうけどな。てか、作者かーと創始者が、アニメが嫌いになったか関心を、なくしたようにしか思えないけど。いや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 、少なくとも、それは音の木を、他さん限り可能性はゼロやで。でも、音の木うんぬんは、奇跡界隈においてもジレンマになっちまってるんだがな。今の姿も、サードパーティ製のサスペナ車両の、保有をやめる件も、音の木が京都の花札屋に、来ない前提だから成り立ってる部分もあるわけで、もしあいつらが本当に進出しだしたら、サスペナ車両の保有は続行しないといけないぜ。ベネクレア王国の復興そのものは、決して影響が及ばないのじゃが、いずれにしても、奇跡界隈において、アニメ界隈の信用は著しく、低下しておる。おそらく京都の花札屋が、強くなりすぎて、相対的に信頼されてへんように、見えるだけやろうけど、結論として、ゼガールは奇跡界隈と、一部のメンツが来放題やる未来に、直行するはずやで。その未来を止められるアニメ界隈の、メンツが出てくるんか、そこら辺も注目されるわな。どこかのタイミングで、ベネクレア王国が復興した後の、未来をシミュレーションしてみようやないか。優しく照らす夜
なんか、エイリアンミストの件で盛り上がってたぜ。それくらい、スタートたちが、エイリアンミストを使うこと自体がイレギュラーなんやな。イレギュラーの中でも特にその域を大きく出てるくらいらしいんやわ。そういうことで、仕切り直して、フェアリティとエイリアンミストの関係をチェックしてみるぜ。